久しぶりです。今回は見てご覧の通り、今年も月見バーガーの季節がやってまいりました。というより月見バーガー発売されてからもう結構経ってしまったんですが、初めて今年初月見です。まさかの。というのもちょっとね、マクドナルドさんまで行くのがなかなか気力が湧かず、かといってウーバーで頼むのはなんかもったいない気がして、機会を伺ってました。ちょっと一旦水分取ります。コーラゼロです。で、今回は七味香る牛すき月見。一旦私はね、その年の新作を食べます。と、ポテトアイスです。まずポテトからいただきます。
薄き部分もトロトロで、で卵でしょ、ベーコンでしょ、七味がちょっと香って、なんか全体的にね、飲み物です。しすぎて何も言わず、最後の一口めっちゃ大きい一口で食べちゃいました。え、もう一個食べたい。このあまりじゃない、こぼしちゃった牛。牛すぎよ。最初からやり直したい。エビのやつも気になるし、エビのやつと普通の月見と、この月見、牛月、七味月見食べたいです。エビのやつもあった、良かったですよね。というわけで、今年もとってもね、美味しい月見バーガーでした。ありがとうございます。